乾杯。乾杯。お疲れ様です。いいっす。そうです。これだったら結構暗いですかね。暗いね。これって暗いか。これいいか。眼鏡いらん。はい。はい。はい、ワイパーの中村です。LL ウッドです。違うだろ。すいません。おい。もうそんなボケを入れれるぐらい余裕が出てきてんのか。いや、でもちょっとやりたかったです。横木さんがやってたので。ああ、なるほどね。はい、そう、ツッコミが欲しかったわけね。はい。そうですね。はい、ということで、いつもと違う感じでお届けしております。はい、今回、中村スバルコンビで新しいちょっと動画コンテンツができればなということで、はい、ちょっとどうしても推したい商品が個人的にありましたので、はい、今回、やっぱ鈴木番長、横木の手を煩わせるわけないかな。もうスバルでスバルぐらいがちょうどいい。はい、まあもう こういうものはそうそうそう、はい、もう自分がちょっとどんどん出ていこうかな。まあっていうのもあれなんですよ。スバルうちすごくて、はい、うちってこうやってミリタリーチャンネルって歌ってるぐらいだからもちろんミリタリーメインなんですけど、はい、実はうちのオンラインショップ今何点ぐらいの商品を販売してると思います。本店で。200万点。いやおい、そういう時は大体答えより低いのを言っていくんだろ。200万点はない。いやいやいや、これもだって商品。はい。さすがに200万点はないんですけど、今うちはその約ですよ。在庫あり、欠品を省くと約5000点あるんです。オンラインで商品ページがですよ、5000ページあるわけですよ、5000点も。なるほど。すごくないですか。すごいですね。で欠品中のものも含めると9000点、約1万点近くあるわけですよ。だってそれでミリタリーとは別ってことですね。そう、もちろんミリタリーも含みですけど、はい、あ、ミリタリーも含めて。そうですね、全本店のあの商品、はい、あのサイトの中でですから。なるほど。ということで今回ご紹介するのはこちら、もう今並んでるんですけどね、ワイルドギアという新しいブランドを取り扱い、今年の夏から、この夏から販売を開始します。で簡単に言うと、このワイルドギアというブランドはアメリカのブランドで、うん、冒険好き、アウトドア好き、自然好きっていうクルーメンバーが集まってやってるブランドらしいんです、はいはい、本当はクーラーボックスとこのドリンクウェア、大きな2つのカテゴリーがあるんですけど、ちょっとクーラーボックスは結構な金額、高額だったんで、まずはこのお気軽に試してもらいたいドリンクウェアを3方厳選して取り扱いを開始しました、はい、まず最初にご紹介するのはこちらですね。ワイルドカップっていうこのブランドのアイコン的なベーシックなモデルらしいんです。どうやって使うか分かります？これはタンブラー。そうです、もう純粋にタンブラーです。まあ、ワイルドカップって言っても別にこれあれなんですよ。ちゃんとしたステンレススチールなんで熱をキープしやすいし傷もつきにくいっていう。でこれも滑り止めのためにここゴムにしてるんですって、はい、でまあ、多少倒れても まず傷つきにくいと、はい、まあ、これに関して言えば若干傷ついた方がかっこいいですけどね、うん、まあ、そうですね。そうです。で16オンス、あのこれ、ね、俺あるあるだけど、あ、スバルは海外行ってるからオンスで言われてパッとこう、まあ、まあパッと分かりますね。じゃあ16オンスって何ミリ？16オンスは、うん、480ぐらいですね。はい、480。そうそう、ペットボトル1本分ぐらい、ね、ベタな。意外とドリンクが入る。480も入るんですね、これ。あ、入る。タンブラーって結構中が狭くて、なんか思ったより全然入らない。いやいや、けどこれはもうすごい。このパッキンがしかもね、もうもちろんそうでしょうけど、結構この真空性高いんです、うん、もちろんですけど、今ちょっと手こずったっすね。いや、もちろんそれはね、こぼれないし、はい、熱を逃がさない。はい、っていうことがあるから、アウトドアキャンプが好きな人に刺さるようなデザイン、ツボを押さえてるわけです。なるほどですね。で、あの蓋がこのスライダー式ですね。パカッて開けるこのこっち側のタイプもあるんですけど、スライダー式です。まあ最もベーシックなブランド、あのブランドのアイコン的なモデルですね。こちらが。次が、ワールドギアのタンブラー。これがかっこいいですね。かっこいいですね。はい。ここになるとちょっとこれよりもグレードが少し上がるわけですよ、まあ、基本的な素材、あの品質機能は変わらないんですけど、まずこの一番大きな違いはサイドの素材がラバーグリップになります、うん、こちらに比べるとちょっとこう手に収まりやすいというか止まりやすい、うんうん、で下は同じくこのラバーなんで滑り止めでもあるんですけど、これは最大の特徴はこれです。これはだからもう何を言いたいかって言ったらアウトドアはい、でキャンプで使う想定でいうと、こういう瓶ビールとか、まあ、じゃなくてもですけど、ここでもうパッて開けて使えるという、はい、このアウトドア好きの遊び心をくすぐるアイテムですよ、はい、だからこれがタンブラーとしては一番ベーシック、まあ、ブランドのアイコンはこれらしいんですけどね、はい、
でもう中村が今もう絶賛愛用中でこれはいいって思ってるのがこのマルチ缶なんです。あの社内のミーティングだったりとか、うん、その会議室とかそういうところで無理くりこれ持って行ってます、うん、いや飲んでないのにのいつ飲むんだよ。いやそれぐらい使いたいし、はい、持ち運びたいっていう、もう愛着が湧いてて、はい、タンブラーのいいとこを取ってさらにこちらの2つにはない機能を持たせてるわけです、うん、これ実際中村が10日間ぐらい愛用してるタイプですけど、もちろんタンブラーとしても使えますよ、はい、タンブラーとしてもっていうのも、これは蓋が2種類あるんですよ。こっちのさっきのこのタンブラーと同じようにスライダー式のキャップがついてる蓋と、そうじゃないもの、こちらの2種類あります、うん、通常のタンブラー使いもできます。だから仕事中は中村ここにアイスコーヒーを入れて、はい、アイスコーヒーをこうやって飲んでるんです。でこれは12オンスなんです。こっちは12オンス、はい、12オンスだから分かりました、36、そう360だからまあ約350のカンカン1本分ぐらい、はい、まあ、程よい量ですよね、うん、ただこれの最大の特徴はあと一つのコップはこの蓋を使った時の使い方なんです。でこれ1個買えばもう2つついてくるんですか。もちろんです。これ1個に対してこの蓋が2種類ついてくるので、これの場合だったらもう本当はいつも飲んでるキリンさんとか用意したいんですけど、やっぱビジュアル重視なんでちょっとハイネケンってちょっとおしゃれ心を出してます。こう缶を入れて蓋をするわけです、はい、なるほど、はい、あの冷たいまま外でも飲めるという。で次は瓶ビールですね。瓶ビール、まあ、瓶のタイプのこのビールもこう入れてここで固定ができるわけです。この夏、まあ、今からこう冷たいドリンク常備してというか持ち運ぶ方も多いと思うんですけど、いろいろ使ってる方も多いと思います、うん、使ってる方はちょっとモデルチェンジ買い替えたいなという時にはこのワイルドギアを、うん、ぜひ。で今まで使ったことないという方、まあ、中村ほとんど使ったことなくて、うん、ナルゲンで水はずっと飲んでましたけど、はい、コーヒーとかそれ以外のドリンクを持ち運んだりすることはなかったので、はい、今回これを買ってもう絶賛愛用中です、はい、ということで今回もう多分どんぐらい尺を短くしてるか分かりませんけど、はい、新しく取り扱い始めました、はい、ワイルドギアのドリンクウェアを3種類ご紹介しました、はい、タンブラー、ワイルドカップ、マルチ缶と、ぜひお試しください。ご検討ください、はい、お願いします。ということで今日はねボスに、これ実はこの収録金曜日なんですけど、はい、もうボスにちゃんとカードタイムカード切って勤務時間外にやるんでって言って、ビールをどうしてもねこのシチュエーションを見せたいからご用意してるので、はい、ちょっとこの動画のエンディングではスバルと中村乾杯して美味しいビールをいただこうって。いいんですか。いいんですよ、おいちょっとカッコ悪く開けただろ今ここはカッコよく開けないとダメだぞということで、はい、これでこうやって今汗をかいてるこの瓶を早くワイルドギアにセッティングしてあげて、はい、そして左手で飲むならロゴをちゃんと見えるようにしてちょっと待ってください、すいません、え、コロナの、コロナだけはダメです。これちょっと待って、お前これちっちゃいやつ買ってきただろ。お前ちっちゃいやつ買ってきただろこれ。あのいやちっちゃいやつですよねこれ。だって俺コロナで撮影したもん昨日。これ少ないやつじゃん、だって絶対。ほら207ミリだもん。普通こっちのサイズだもんね。確かに、いやなんかちっちゃいなと思ったんですよ。なんかちっちゃいなと思って。じゃあもう分かった。入れた瞬間になんか余るなって。余りすぎやけどこのゴムがその締めてくれるんかなと。じゃあもうこうしよう、お前は完全にしよう、はい、どっからいや、ね、今ハプニング起きたっすね、はい、いやそれじゃ使えるんだろっあくまでも一般的なサイズのやつですか。いや初めて知りましたこのコロナが。まあ今日はちょっとスタジオの中ですけどね、はい、まあこれ今年の夏屋外でキャンプアウトドアする際はぜひワイルドギアをお供にお酒入れて、まあ、お酒じゃなくてもいいんですけどね、もう全然何でもいいですから、ね、はい、コンポタージュでもいいですし何でもいいんです、はい、これを使うことだけでこうちょっと自分の気持ちが上がる部分があるんじゃないかなと思って、はい、という感じでちょっと乾杯してみましょうか。乾杯します。うん、すいません、乾杯します。すいません、じゃあ皆さんもお疲れ様です。今年の夏これで乾杯して飲むビールは普段より 1.5 倍から2倍美味しいと思います、はい、ぜひ乾杯。乾杯。お疲れ様です。いいっす。そうです。グーです。週末金曜日の夜に仕事終わりに飲むこのビール。いやもう最高です、ね。With Wild Gear。With Wild Gear With スバル。そうです。という形でお送りしましたので、ね、はい、はい、今回の動画が良かったなと思う方はぜひグッドボタン優しめに押してください。記事お願いします。はい、という感じで今後ですね、ミリタリー以外の商材もこういったメーカーもブランドものも紹介していきたいと思いますので、
今後お楽しみに。お願いします。はい、バイバーイ。バイバーイ。